ぶっちぎりで多いのは実はお金なんですね。皆さん幸せに行きたいですよね。モチベーションイコールやりがいだと思うんですよね。あ、幸せないとか理想論でどうもこんにちは、わらまつです。今日は第1弾の大手 VS ベンチャー企画に引き続き第2弾ということで、年収かやりがいかどっちが大事なのバトルです。イエイ、イエイ。ということで今回は絶対絶対絶対やりがい派の弊社代表旬なやり VS 何が何でもお金お金お金のみなりゆうきに来ていただきました。はい、どうもこんにちは。世界一お金の道場という YouTube やってます。確かにお金の道場チャンネル名にお金入ってます。で、結果的に就活生がどっちがいいかっていうのをジャッジしていただくという企画になっております。実際にディベートを始める前に就活生側のあの3名の皆さんに今の段階ではどっちか選ぶとしたらどっちっていうのをちょっと聞きたいと思います。年収派です。じゃあやりがい選ぶと思いますね。年収です。早速年収派のセカニチからプレゼンを90秒でしていただこうと思います。突然ですが皆さん、質問があります。皆さんは人生で後悔していることありませんか？私はですね、たくさんたくさん後悔してきました、お金だったり時間だったり会社や働き方、ストレスの向き合い方とかいろんなことを後悔してるんですね。そして私セカニチはですね、今まで1000人以上の社会人の悩みを聞いてきました。20代30代社会人の悩みです。ぶっちぎりで多いのは実はお金なんですね。学生時代はお金で悩まない。しかし社会人だったらお金で悩む。なぜかというと、これは残酷なことに、社会人5年目や10年目になってくると、格差がはっきりしてしまうんですよ。一方ではタワマンで1億円のマンションに住んでて、一方では年収300万円で安いアパートに住んでしまっていると。その格差がはっきりするのは20代後半なんですね。時間というのは資産です。失ってから初めて価値を感じます。実際それで、後から気づいてももう戻れないんですね。なので、その時間を削除されないように、まずお金という年収が、まずベースにあった上で、やりがいを建設していく。この土台がなければ、やりがいやりたいことはできません。会社の悩みを聞いていると、ほぼ全てが人間関係と上司からのストレスが、全てのストレスの原因なんですね。そのストレスを解決する方法はあります。それが、部署移動という方法です。部署移動すれば、上司チェンジはできます。皆様も、いい先輩と悪い先輩で一緒に組んだとき、いい先輩をすっと組むと、ワクワクしますよね。それと、同じです。以上です。続いて、旬ダイアリーの発表に移りたいと思います。皆さん、幸せに行きたいですよね。僕が考える幸せに生きるために必要なことは3つ。主体的な行動と、機能よりもどれだけ成長しているか、成長率と何かに夢中になっているか、この3つによって、人間の幸福が決まると考えています。一般的な、いわゆる年収であったりとか、金融資産って言われるもの以外に、僕はそれよりも重要だと思っていることが、人的資産っていうところと、社会的資産っていうところがすごい大事だと思っています。社会的資産っていうのは、そのコミュニティにいることとか、誰かとのつながりであったりとか、その絆みたいなところ。人的資産っていうのは、仕事を楽しくやる上で、つながっている人、すぐつながれる人であったりとか、の資産のことを言って、この二つを、得られることが、人生を幸せに生きる上で、かつ成長する上で一番大事だと思ってます。で、年収っていう要素は、確かに実力以上に、そのいるマーケットであったり、企業によって決まる要素はあるんですが、やりがいっていうと自分の物差しで、測る部分が大きいので圧倒的にブレにくいっていうところがあると思っています。幸せに生きるためにその人的資本を得るっていうところで、幸せな人とか前向きな人の周りには前向きな人が集まると思うので、自分自身がやりがいを持って楽しく生きるっていうところを実現することこそが一番重要なんじゃないかなと、僕自身は考えています。かつ日本に住んでたら死ぬとか餓死するっていうリスクはないと思うので、二者選択で選ぶとしたらやりがいを圧倒的に選んだ方が、いいと私は考えています。ここからは現役の学生さんから質問だったり反論をぜひしていただきたいなと思っております。じゃあちょっと南さんに質問なんですけど、はい、30代50代でお金のことで後悔するっていう話があったと思うんですけど、そのために新卒で年収選ぶことって必須なんですか？その、まあ、新卒でやりがい選んで後々から年収高いところに移動するとかじゃダメなんですか？いいと思います。全然いいと思ってます。会社員前提の話しますよ。会社員の転職って実際自分たちが採用する側になったことを想像してください。まず気にするのってその人が前年の年収いくらだったかって気にするんですよ。これって買い物
と同じで、スーパーマーケットでも高級なフルーツと普通のフルーツってあるじゃないですか。値段見るんですよね。その値段っていうのが前年の年収なんです。なんで、前年の年収がベースの上で転職先の年収が決まるのが現実です。なので、年収は大事だし、もともと年収300万の人が年収1500万の企業に転職できるかっていうと、100% できないです。それって、まあ、一般論がそうだと思うんですよね。実際、僕らの会社を作っていく中で、本当に実力ある人は、別に肩書きがどうであろうが、クレキがどうであろうが、前職どこであろうが関係ないと思ってて、本当に伸びる会社って、本当に優秀な人を採用したいし、適正価格であったりとかで採用すると思うんですよね、そもそも。なので、前年度の年収で測ってる企業大したことないから、そもそも就職しなくていいんじゃないかって思ったりもして。はい。これですね、会社員の会社の力学みたいなところも関係するんですけども、力学というのは、実際に皆さんが採用する側としますよね。その採用する側には、実は上司っているんですね。その上司に話を通すということが起こります。で、話を通す上で、年収300万の人を、いきなり年収1500万で採用するって、上司からはぁって言われちゃうんですよ。これつまり、面倒くさいことが増えてしまうっていうのが構造上起きてるんですね。なんで、前年比、1200万の人が1500万っていうなら、まだはっきりわかるんですけど、突然そんな年収5倍とかっていうのは、力学上かなり厳しいです。あるかもしれないんですけど、ほぼゼロに近い。僕は超えれるし、2倍以上になる可能性は、なんかその人次第だなと思って、結局、本当にいいものってやっぱ評価されるんですよ、絶対に。不当に評価されたら、そもそもそういう人採用したいって人が出てくると思うし、これだけインターネットが普及して、努力したらその分報われるっていう社会になりつつあると思うので、年収って結局決まる要素って、どこの企業に行ったかとか、どの業界に行ったかみたいなところに決まる要素が大きいからこそ、若干その人の実力じゃない部分、要素してるっていうのはあるから、逆に年収を重視するとしたら、年収が高い業界に行くだけでかなり上がったりするっていうことを考えると、そこまで新卒で年収低いから一生低いかって言ったらそういうわけでもないので、だからこそ実力がつくことが楽しいと思えるところに行くことが、人生80年スパンで見た時に一番幸せだと思ってます。 YouTube 今6年目なんですけど、3年間無収入だったんですよね、 YouTube でも。めっちゃ幸せだったんですね。1人でも登録者増えた感覚とか、1人だったのが10人増えた感覚とか、数十再生とかから数百再生に上がった時の成長率とかが一番楽しくて、これ仕事になったらめっちゃ幸せだなと思ってたんですね。お金をもらった時の幸せとベクトルが若干違うんですよね。なんか自分の物差しで測ってる感があって、年収だけで測るのは不幸になる場合が結構あるなっていうふうに思ってます。30代50代で年収関係で後悔するっていうのと、年収が高くて実力あんまりつけないでぬるま湯で後悔するみたいな人、2パターンあったと思うんですけど、どっちの方が多くなるんですかね。前提として、まあお金という土台がベースってのはすごく大事です。それはまあ大前提であります。でその上で最も大事なことって実はモチベーションなんですよね。でモチベーションを失ってしまうと全部終わります。なんでその悩み、今言った2つの悩みって実は全てモチベーションが失ってしまっていることが全ての原因なので、モチベーションを忘れないことが実は一番大事。モチベーションイコールやりがいだと思うんですよね。で思考性によると、もうみんなの成長したいとか大成功じゃなくても、好きな仲間と何か物事を推進させるとか何かを達成するとかってやっぱ楽しいじゃないですか。それをやってきたからこそみんないい大学に行ったりとか、そのインターン頑張ったりとかしてると思うんですけど、そういう人にとっては年収がちょっと違うだけで就職先を変えるっていうよりは、本当に好きな仲間と何かを一緒に作るとか、これをやりたいみたいなのを重要視した方が、結果的に後から名誉であったりとか資産とかついてくる。結果的にその幸せとか自己実現って、お金とか目に見えるもの以外のところが大事だと思うので、なのでモチベーションイコールのやりがいを重要視したのが絶対いいなと思ってます。はい。モチベーションイコールお金だと私は思っています。モチベーションイコールお金。はい。報酬っていう意味で言うと、やっぱお金の数字的な威力って凄まじいですね。皆さん、例えば想像してください。もしですよ、皆さん同い年の人たちが、自分は1200円で働いていて、他の人が10倍の時給もらったらどう思いますか？悔しいですよね。おかしいと思いますね。つまり、お金の差って、それぐらい自分のモチベーションに直結してくるんですよ。なんで、お金イコールモチベーションだと思います。僕的には大きい組織に所属してっていう考え方は確かにおっしゃる通りだなと思うんですけど、みんなには自ら価値を作るとか、仲間を集めて一緒に何かするとか、そういうチームに入って推進するみたいな方が合ってるなと思うし、楽しいなって絶対思うんですよ。なんか志高く進むことが結局幸せになると思うんで、サラリーマン術みたいなところを極めたところで、だから1000万とか2000万とか確かに得られたところで、なんか80歳死ぬ時にどう思うのかってなった時に、本当に幸せだったかって思うかって言ったら、分かわからないなと思ってるんですね。自分で決めて自分で選ぶっていうことこそが根幹にあるのが、なんか結構ベースだなと思ってます。日本に生まれてるっていうところで、物欲とかがめちゃくちゃあるっていう話ですけど、どうでもないならやりたいことやった方がいいなと思ってます。
絶対評価と相対評価ってあるじゃないですか。絶対評価だと、今、主婦の言ったことが正しいんですよ。自分一人で日本っていう物価が安い国で、家賃も安ければ、食費も全部安い国で、死ぬことは 100% ないんですね。その上でですよ、人間ってどうしても相対評価になっちゃうんですよ。自分は最低限の生活してる。だけど、周りの人がみんなタワマン、高級タワマンで、高級車乗り回して、毎日高級なもの食べてて、収入は自分より5倍あるっていうような状況になった時に、本当に自分がそれで劣等感を感じないかっていうと、嘘だと思うんですよ。なんで、他の人と比べた時に、劣等感を感じてしまうものですよ。現実ですね。それで言うと、相対評価で測るべきじゃないと思ってて、だから本当の幸せって自分の軸で選ぶべきだと思ってるんですよね。で僕自身、YouTube 最初の時とか、周りが例えば10万とか20万とかバイトで稼いで、僕、YouTube で20円とかっていう時で、悔しいなと思う気持ちもあった時もあったんですけど、でも、それで辞めるかって言ったら辞めれなかったんですよね。なぜなら、自分のなんか物差しで、これはなんか楽しいしやりたいから、総合的にやった方が幸せだと思ったからっていうところで、多分、年収を取ったとしても、周りは彼女いるからとか、周りは結婚してるからっていうところで、結局比べちゃって、自分の足りないところばっかり見ちゃうと思うんですよね。それの行為自体があんま幸せないなと思ってるので、昨日の自分と今日の自分と明日の自分しか見なくていいのかなと思ってます。はい。で、もちろん今、しゅんさんが言ったことは理想論で、僕もですね、僕もそう思います。だけれども、人間の本質的に皆さん、今日今すぐに、Twitter、インスタ、Facebook などの全てですね、それ全部消して、どんどん、極論見ないでください。極論できますか。つまり人間って誰かとコミュニケーションを取る生物なんですよ。であるが以上、本能的に相対的になってしまうんです。僕は相対的なものは間違ったと思いますし、そうじゃなくて自分で突っ走ってほしいと思いますし、だけど現実として相対的に見てしまうとなります。で多分、シュンさんはですね、自分と同じ YouTube 歴、自分と同じ年齢の人が、自分より10倍再生数があって、チャンネル登録者数も10倍いたら、クソって思うんです。現実的にそうなんですよ。ここで学生の皆さんに年収かやりがい、どっちかしか選べないとしたら、どっちかをジャッジしていただこうと思います。学生さんが書き終わったということで発表したいと思います。せーの、おー、やりがいやりがい年収で今回は旬の勝ちです。おめでとうございます。先に年収派のシバブから、なぜ年収だったか。なんだよ、しまぶ。まず今回お二人の話を聞いて、しゅんさんの話もすごく納得する部分があって、と一方で、宮内さんがおっしゃっていた将来的に人は相対的に見てしまうんだっていうのが、はい、なんかすごく納得のいく部分があって、やっぱり新卒では一旦やっぱり年収っていうのを選んで、そこからちょっとキャリアについてまた考え直していくっていうのがすごくいいのかなっていうふうには自分は思いました。でも学生さんで今の段階で何がやりがいになるかとか分かってる学生さんも少ないじゃないですか。そうですね。ってなったら分かりやすく年収を選ぶ方がいいんじゃないっていう風になりやすいって意味では、多分この対決は結構年収派は有利だったかなって。僕は年収有利だと思ったんで自分で言ってしました。コメント欄でぜひ年収派やりがい派教えてください。私がどっちだったら幸せになるかなって考えちゃったんですけど、お金でなんか相対的に見ちゃうから、それで劣等感抱くっていう話もあったんですけど、私の家族も別にそこまでめちゃ稼いでるわけじゃないけど、すごい幸せだし、劣等感に陥るとかもないし、逆に年収が高くてなんか全然幸せそうじゃない家族とかも見てきたので、だったらやりがい選んで自己実現できて、その方がなんか私的には家族とかもすごい幸せだったから、年収じゃなくてだとやりがいで選ぼうかなと思ってやりがいで選びました。稲山くんはもともと年収派だったのが変わったということで、はい、どうしてですか。そうです、なんか優先順位の考えなんですけど、やりがいを選んだ上で必死に働いて年収を上げるっていう方が、年収を選んでからやりがいを見つけるよりも難易度が低いのかなと思ったので、なんかやりがい選んで頑張って突き抜けてお金稼ぎたいと思いました、うん。ということで、3人から感想をいただいたんですけど、それを踏まえて、今回の一連のプレゼンを通しての感想で。カメラです、カメラです。今日はありがとうございました。僕が伝えたいことはですね、正直1000人以上の相談に乗っていて、20代の若い子はエネルギーで突っ走ってやりがいを求めて走ってみた。だけど、5年10年になっていて、振り返ってみると、あれ、俺お金ないぞっていう後悔をして、それで新卒入った会社転職したいというふうに、お金が理由で転職するという非常に多いんですね。なので、そういうふうに後悔したり、お金というものは、まあ、若いうちからちっちゃくてもいいので、まず考える習慣を身につけてください。例えば、インスタを出してみるとか、ビデオをやってみるとか、ふるさとの物をやってみるとか、ちっちゃい金額なので、まず見る習慣っていうのをつけると、それが5年後、10年後に凄まじく大きな変化になっていきます。なので、その習慣をつけるためには、世界一お金の道場という YouTube チャンネルでございますので、ありがとうございます。お願いします。
僕は働く上で一番良くないなと思うのは、周りと比べてどうかっていうことをすること自体が時間もったいないだと思うんですね。自分がどうしたいかとか、自分の中の物差しを大事にするっていうことが重要だと思ってます。そのためにいろんな人に会ったりとか、他の物差しに触れて自分の形を知るっていうことが大事だと思うんです。けど、その周りの物差しに左右されて、自分が好きじゃないこととか、周りがいいと思っているものにをやっても自分が幸せにならない場合が多いなと思っているので、ぜひ自分の物差しで人生を生きるっていうことを、働くっていうところをやっていってほしいなと思ってます。仲間を募集してます。今回は企画上どちらかしか選べないっていう設定だったんですけど、結論どちらも追うことはできるので、どっちかしか選べないっていうふうには思わなくて大丈夫だと思ってます。今回はたまたまやりがいの方が大事っていうふうには見えたんですけど、一番は正解がないっていうことを伝えたいと思ってます。その正解がない中で何が大事かっていうと、自分自身が一番納得してるかっていうところなので、年収を選んだ自分に納得できてればそれが正解で、やりがいを選んで納得してればそれが正解になるので、自分なりの正解を見つけられたらいいなと思ってます。今日は皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃん。